去るべき新世界のために。どうせならさあ、もうお遊びおしまいだ。しっかりというか、もう細かい時間でも台本をちょっとでも目を通したりとか、仕事の隅がチェックしたりっていうことで、本当だったら多分忙しくなるところなんでしょうけど、逆に張りがあって毎日すごく楽しいです。とても久しぶりに舞台に関わるので、今まで貯めていたいろんな経験を舞台で出せたらいいなと思ってます。もう潤いですね。やってなかった時に比べると、こうやりがいがあるっていうか、それに向けて頑張ろうってメリハリは出ます。お客様が、あ、なんで自分も参加できなかったんだろうって悔しくなるぐらいいいの作ってみたいと思います。はい、頑張ります。誰だ？スポットライトが発信、そして魅力を出会う。あれは自分の私生活にもリンクしてるような感じで、結構やりやすいんですよ。一歩引いたところから周りを見て全体を把握しておきたい自分がいるんですけど、それにすごく合った役だと思います。今までバンドでしか見せていないステージの上のエマなのですが、それを今度は演技という意味で、演技というもので見せてみたいと思います。全力出しますんで期待してください。よろしくお願いします。すべては昔の話だ。ロックがすべてを解決するだなんて幻想に過ぎない。舞台美術というのは本当に、学生の頃からちょっと気に入ってるというか入れ込んでいるものだったので、それが、まあ、どこまで関われるかはちょっと力不足で分かんないんですけれども、それをやりたいのと、あとアリサという役はちょっとなんか少し爆弾のような役なので軽い爆発をお客さんにも味わってもらえたらいいなと思います。自分の生活もやりつつですけど、ちょっとワクワクしてそれが形にできればいいんですね。はい、いろんなところが細かいので、客席が近い分いろいろ派手にしなければいけないようなので、細かいところ手抜きせずに作らなきゃいけないなと思います。積極的な役なようなので、ちょっとマリアに引きずられて自分も積極的になっていけたらいいなと思います。舞台に説得力を持たせる重要な役割と考えております。私のような愚かな人間が演じるとどうなるのかは分かりませんが、自分の己の中にある絶対的なものを最高の状態で引き出せたらいいなと思っております。いい舞台にしようと一生懸命頑張っておりますので、よろしければぜひとも足をお運びいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。